はい、こんにちは、竹下達です。今日はね、長崎に、原子力爆弾が落とされた日ということで、たくさんの方がね、今日亡くなられたわけですが、ちょっと言葉にならないですね。広島のね、原爆に比べて長崎というのはなかなか、ニュースになったり、人の記憶に残ったりすることが少ないんですが、それでもやはりね、たくさんの方が亡くなられました。短いですが黙祷を捧げさせていただきたいと思います。それでは皆さん、よろしければご一緒に。今日はね、とても風が強い日で、午前中はね、もうバケツの水をひっくり返したようなすごい雨で、ただ午後になって本当に風は強いんですけど、すごく、日差しが強くて不思議ですね。本当に自然というのには自然というものには逆らえませんね。そんなわけで、今日は静かに一日を過ごしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。竹下達でした。